エビメダ日記チャンネルです。ですね、ちょっととあることを試してみたくて、やっていた容器があるんですけども、それがこれ今映ってるね容器なんですが、まあこの容器の中、まあ水草アナカリスと、まあラクラクソイルと、ロカシェル、あと爆斑石もちょっと入れたかな、ぐらいの感じの中身になってるんですが、約 1.5 リットル入る容器になっております。その中でまあこうやってメダカを飼っていたわけですね。約5ヶ月間になります。メス2匹にオス1匹という感じで、卵持ってるメス1匹見えますよね。もう1匹のメスの方は、しばらくもうこの頃卵を産まなくなっちゃった感じではいるんですけれども、一応元気なのかな、こうやって生活はしております。で、この容器の中ですね、実は水替えしておりません。はい、5ヶ月間で、まあ水替えしてないって言っても水足しはまあもちろんしてってたんですが、あのね、中の水を吸い取って汚れを取って、まあ変えるみたいなことはやっておりません。はい、そう、それでも一応こうやってね、卵を産んでる子、この今卵を産んでる子はですね、その5ヶ月間ほぼ8割9割はもう卵を産んでました。産まない日もちょっとあったかな。はい、で卵を今産んでないメスの方も、まあ最初の頃はほぼほぼ産んではいました。途中から産まなくなっちゃいましたが、まあ最初の頃は2匹ねほぼほぼ産んでおりました。はい、という感じでですね、こんな狭い容器の中でも、まあ状況環境さえ整っていれば、一応こうやってね卵を産んで生活してってくれるみたいです。水替えしなくても。はい、そう、まあね、透明度がある水っていうわけでもないんですが、ずっと生きてっております。なのでね、一応こういう風に水替えなしでもまあ飼うことができるということですね。まあ前もまあこんなような感じを撮ったんですが、本当はもっとねもちろん広い方がいいんでしょうけど、一応水替えなしでもこんな小さな容器でも中のね水水質が整ってさえいれば、まあ、こうやって飼っていくことができるんだろうなと思いました。広い方がいいでしょうけど、あんま場所取れなくて小さい容器で飼いたい、で水替えとかもしたくないなんていうような人がいたら、ですね、まあこれね必ずしも同じ環境になるとは限らないと思うので、まあ、進められはしませんが、水質とかの、ね、条件が揃えば一応こうやって飼っていくことが可能ということだと思いますので、どうしても、狭い場所で飼いたい方はこんな感じでね中の、状態揃えて飼われてみてはいかがでしょうか。はい、それではここまで見ていただいた方ありがとうございました。